パウアバイもしくはパウアは、ニュージーランドの先住民であるマオリの言葉で、特定の3種のアワビを指す名称である。いずれもアワビ族に属し、ニュージーランド近海に生息する巻ガ貝である。肉が食用になるほか、特有の光沢のある殻は加工されて送信具などに用いられる。パウアガイは、一般的なアワビの仲間と同様。 水深1から15メートル程度の浅い沿岸域の岩場に住む。餌は海藻である。波による、攪乱の激しいところでは、パウアガイは大きな足によって岩に強く接着している。生殖は有性生殖による。様式としては体外受精であり、オスの個体とメスの個体からそれぞれ生子と卵が海中に放出され、受精する。 パワーガイの妖精は一週間ほど海中を漂った後。後適当な気質に着生する。着生した個体は、空形成を始めるが、口術する、最終可能な大きさに成長するまでには4から5年を要する。その間多くの外敵にさらされるため、パワーガイの生存率は非常に低い。特に天敵となるのは人手である。人手は、パワーガイに覆いかぶさって、 殻の穴を塞ぎ、窒息、剥落させて捕食する。パワーガイの貝殻は楕円型で、厚さは2.2から3.5ミ、mm、リメートル。殻は、貝の成長と共に飛行してゆく。表面はしばしば灰色の石灰質や付着物で、覆われている。しかし殻の内装は強いリテッセンスを示し、緑、青、紫、時に、ピンク色の色彩を放つ。真珠層は、 崩壊石と、荒れ石、その他の有機物からなり、成長するに従い荒れ石の占める割合が大きくなる。一般にパウアガイと呼ばれる貝は、以下の三種である。マオリの彫像。目にパウアガイがそのままはめ込まれている。マオリにとってパウアガイは、タオンガ、に位置づけられる貴重品であり、食品として、また、伝統工芸、近代工芸の素材として、 価値のあるものである。パウアガイは、マオリの彫刻において、目を表すのによく用いられるが、これはマオリが、夜空の星々を、天から見下ろす祖先たちの目であると考えており、そのきらめきを再現するためである。マオリにとってのみならず、パウアガイはニュージーランドで沈調される貝であり、身はごちそうとして、殻はしばしば宝石として扱われる。 研磨されて様々な色に輝くパウアの貝殻はニュージーランドの代表的な土産物でもある。パウア貝は個人的な楽しみとしても、また商業目的でも採集されるが、いずれの場合にも厳密な漁獲制限が設けられている。個人で取る場合、1日あたり1人10個体が上限である。また H アイリスでは、拡張12.5センチメートル、H オーストラリスでは、 同8 0トルを下回る個体を採集してはならない。採集方法は素潜りに限られ、スキューバなどの装備を用いることは違法となる。パウアガイの実の採集と輸出には世界的な需要がある。パウアガイの密量はニュージーランドの主要産業ですらあり、しばしば基準を下回る大きさの個体を含む何千ものパウアガイが違法に取られている。 パワーガイの漁業権は、マオリ族の習慣上の権利であるが、乱用された場合に取り締まることは困難である。漁獲制限は、ニュージーランド水産省と警察との共同による、巡回により、厳しく実施されている。摘発されれば、ダイビング装備や、ボートなどの道具類が没収され、罰金が課せられるとともに時には、懲役刑の対象となる。 ニュージーランド水産省によれば、2004年及び2005年には1000トン、近くのパウアガイが密漁され、そのうちの75%が、漁獲基準を下回るサイズの個体だったという。パウアガイは、アメリカのテレビドラマである、ジーナにおいて、シャクラムの装飾に使われた。ジーナ自体は古代ギリシャを舞台とした作品であるが、撮影地であるニュージーランドに、 土着の素材として採用されたものである。ありがとうございます。